子宮体がんは早期発見、早期治療で治る病気です。早期発見するためには、子宮頸がんの HPV16 型、18型と呼ばれるタイプは子宮頸がんになりやすく、しかも眼科までの期間が短い。そうなると感染を予防するのが重要となります。感染を予防するには、皆様こんにちは。銀座みやこクリニック院長の浜本です。本日はステージ4の子宮がんは治るのか、ステージ別の治療法と生存率について解説というテーマでお話しさせていただきます。前半は子宮体がんのリスクとステージ別の治療法について、後半では子宮頸がんの予防法とステージ別の治療法について、最後は子宮がんでよくある質問についてお話していきますので、ぜひ最後までご覧ください。またゼロがんチャンネルでは、がん医療に関して論文や私の臨床経験に基づいてゼロから分かりやすく解説していますので、ぜひチャンネル登録とベルマークを押して次の動画をお待ちください。子宮は女性の下腹部の真ん中にあり、両なしを逆さまにしたような形をしています。大きさは縦7センチ、横4センチくらいで平たい形をしています。上の方は子宮体部といって赤ちゃんを育てる場所で、中が空洞になっています。下の方は子宮頸部といって細長い筒状で膣とつながり、出産の際の赤ちゃんの通り道になります。子宮にできるがんには子宮体がんと子宮頸がんがあり、それぞれ発生年齢や原因が異なります。まず子宮体がんについてお話しします。子宮体がんは子宮体部の子宮内膜にできるがんで、別名を子宮内膜がんと言います。1年に1万3000人が子宮体がんと診断され、この20年で患者数が3倍になるなど急速に増えています。子宮体がんの後発年齢は50代60代と閉経後になる人が多いです。子宮体がんの 80% は女性ホルモンであるエストロゲンが関係していて、エストロゲンにさらされている期間が長い人やエストロゲンの量が多い人などでリスクが高くなります。エストロゲンにさらされている期間が長い人とは、1、妊娠・出産経験がない人。エストロゲンは妊娠・出産で一定期間低下するので、その期間がない人はエストロゲンが多い状態が長く続くことになります。2、閉経が遅い人。閉経時期が53歳以降だとリスクが2倍になります。3、太っている人。閉経後は脂肪からエストロゲンが作られるようになるので、脂肪が多い、つまり肥満の人ほど子宮体がんのリスクが高まります。身長マイナス体重が90を超える人はリスクが高くなります。例えば身長が155センチだとすると、155-90 で体重が 65kg 以上の人でリスクが高くなります。その他にも様々なリスク要因があり、それらが複雑に絡み合って子宮体がんになると考えられています。その他リスクが高い人。1、子宮内膜異形増殖症の人。子宮内膜が異常に厚くなっていて、検査で異常な細胞、異形細胞が見られた状態は子宮体がんに進む前段階だと言われています。2、乳がんのホルモン療法をしている人。タモキシフェンという乳がんのホルモン剤には子宮内膜を増殖させる作用があり、不正出血や子宮内膜ポリープが起こりやすいと言われています。タモキシフェンを内服する場合には子宮体がんの検査を定期的に行うよう勧められています。3、糖尿病の人。糖尿病の人とそうでない人を比べると、糖尿病の人の方が子宮体がんのリスクが高いと言われています。肥満になるような食生活をしているからなのか、糖尿病自体が悪さをしているのかは不明です。4、遺伝子の病気のある人。遺伝的に大腸がんや子宮体がんになりやすい病気があり、リンチ症候群と呼ばれます。子宮体がんの数%はリンチ症候群による遺伝性のものだと考えられています。その場合は比較的若い年齢で子宮体がんになります。リンチ症候群では他にも卵巣がん、胃がん、小腸がん、胆道がん、尿管がんになりやすいとされています。子宮体がんは早い段階から長期間続く不正出血や織物の異常、褐色になる、悪臭がするなどが見られるため、婦人科を受診し早期発見されることが多いです。子宮体がん患者の4人に3人は子宮体部にがんが限局しているステージ1で見つかり、ステージ1で見つかった場合には手術治療を行い、5年生存率は 95% とほぼ完治します。ただステージ1という早期で見つかっても、手術は子宮だけでなく卵管と卵巣も切除します。子宮体がんは卵管を通って卵巣に転移することが多く、子宮体がんと同時に卵巣転移が見つかることがあるためです。閉経前の人が卵巣を切除してしまうと、卵巣からの女性ホルモンがなくなるため、閉経したのと同じ状態になります。閉経すると更年期障害、コレステロール値の異常、骨粗鬆症、心臓病、膣の萎縮などのリスクが高まります。手術で卵巣を切除し、予定年齢より早期に閉経してしまうと閉経期間が長くなり、これらのリスクがさらに高くなります。子宮体がんのステージ2は子宮頸部までがんが広がっている状態で、ステージ3はがんが子宮の外に顔を出している、もしくはくはリンパ節転移がある状態です。ステージ2と3も治療方針は手術で子宮と卵管、卵巣、リンパ節を切除します。ステージ4は膀胱や直腸に浸潤している、食い込んでいる、もしくは他の臓器に転移している状態です。ステージ4はがんを全て切除するのは困難なので抗がん剤治療を行います。ステージ別の5年生存率を見てみると、ステージ1は 95%、 ステージ2は 88%、 ステージ3は 68% であるのに対して、ステージ4は 22% と極端に低くなります。ただステージ4でも手術で切除できる場合にはできる限り手術を行います。手術ができた場合は5年生存率が 30% と少し高くなります。子宮体がんは早期発見、早期治療で治る病気です。後発年齢である40代後半以降はちょうど閉経前で生理不順となりやすく、不正出血があっても更年期だからと自己判断しがちです。早期発見するためには不正出血や織物の異常があれば一度は婦人科で見てもらうことが重要です。次に子宮頸がんについてお話しします。子宮頸がんのほとんどはヒトパピローマウイルスの感染が原因です。ヒトパピローマウイルスは略して HPV とも呼ばれます。 HPV に感染する経路は基本的には性交渉です。性交渉の経験がある女性のうち 50〜80% は HPV に感染したことがあると考えられています。性交渉を経験する年頃になれば多くの人が HPV に感染しますが、そのうちの一部の女性が将来子宮頸がんを発症することになります。 HPV に感染してから子宮がんになるまでの期間は HPV の種類によって数年から数十年と幅広いです。10代で感染した HPV ウイルスによって20代で子宮頸がんになることもあれば、20代で感染し40代で子宮頸がんになることもあります。 HPV には何十種類もあるのですが、そのうちがんになりやすいハイリスクタイプと呼ばれるものが15種類ほどあります。特に HPV16 型、18型と呼ばれるタイプは子宮頸がんになりやすく、しかもがん化までの期間が短いとされています。 HPV16 型では感染後4年以内に 2.5% の人が、18型だと 1% の人が子宮頸がんになります。ということは早い人は10代で感染し、10代のうちに子宮頸がんを発症する可能性もあるということです。そうなると感染を予防するのが重要となります。 HPV の感染を予防するには子宮頸がんワクチン、 HPV ワクチンが有効です。以前のワクチンは16型と18型の2価ワクチンのみでしたが、2023年4月から他の7種類のハイリスク型も含めた9価ワクチンが公費で受けられることになりました。9価ワクチンだと子宮頸がんの原因となる HPV の種類の大部分を予防することができます。接種回数は2回で、1回目は小学校6年生の年度から15歳の誕生日の前日までに接種することになっています。日本では HPV ワクチン副作用問題があり、接種率が 1% にまで低下してしまいましたが、諸外国では多い国では接種率が 70% と高い状態が維持されていました。そのため先進国は軒並み子宮頸がんの死亡率が年々低下してきており、日本だけが死亡率が高くなっています。 HPV ワクチンで感染を予防することが子宮頸がんにならないように、なくならないようにするための第一歩です。もう一つ、子宮頸がんの発症を予防する方法として20歳から始まる子宮頸がん検診があります。 HPV に感染してもほとんどの人は子宮頸がんになりません。それは HPV に感染しても 70% が1年以内に、90% の人が3年以内に自分の免疫力で体からウイルスが排除されるためです。排除されず残っている場合は前がん病変である異形性と呼ばれる状態に進行していきます。異形性は前がん病変といっても必ずしもがんになるわけではありません。異形性は軽度、中等度、高度と進んでいきます。軽度異形性、中等度異形性で見つかっても大部分の人が自然治癒してしまうので、まずは経過観察となります。レーザーで異形性の箇所を焼いてしまうこともあります。高度異形性の場合には高い確率でがん化することに加え、初期のがんが隠れている可能性があるので子宮頸部を手術で切除します。ただ手術を行うと妊娠した際に早産、流産のリスクが高まるので、妊娠や出産を考えている若い女性ではレーザー治療だけを行うケースもあります。その場合には再発する危険があるので定期的に検査をする必要があります。ちなみに2023年に休井美里さん、 YouTuber のきりまるさん、あやなんさん、Rちゃんさんなどが高度異形成で手術したことを動画で報告しています。ステージ別の子宮頸がんの治療法について、ステージ1は子宮頸部にがんがとどまっている状態で、ステージ2は子宮頸部を超えて膣の一部まで広がっている状態です。高度異形成とステージ1の中でも表面だけにしか存在していない場合には子宮頸部の切除で完治します。ステージ1とステージ2の治療は手術で膣の一部と子宮を切除します。子宮頸がんは放射線治療が効きやすいので、海外では放射線治療も行われます。外からの放射線照射と子宮頸部に器具を挿入し、中からも放射線を照射します。中と外からのダブルの放射線治療で完治を目指します。ステージ3は、がんが膣の広範囲まで広がっている、子宮を飛び出して骨盤に広がっている、もしくはリンパ節転移がある状態です。がんの範囲が広く、手術でがんを全て切除するのが難しいため、手術ではなく抗がん剤と放射線治療が行われます。ステージ4は、膀胱や直腸にがんが食い込んでいる、もしくは他の臓器に転移がある状態です。基本的には抗がん剤治療となりますが、場合によっては放射線治療も併用します。ステージ別の5年生存率は、ステージ1で 93%、 ステージ2は 76%、 ステージ3は 62%、 ステージ4は 25% と、原因や治療法が異なっていても子宮体がんとほぼ同じ生存率になっています。子宮体がんが50代以上に発症のピークが見られるのに対して、子宮頸がんは20代30代という若い女性で発症のピークが見られます。その年代に限れば、女性で最も多いがんである乳がんよりも3倍多く発症しています。有名人では仁科明子さん、原千晶さん、高橋メアリージュンさんなどが20代30代で子宮頸がんになったことを公表しています。残念ながらお亡くなりになりましたが、 SNS で有名な美容皮膚科医の井原田玲先生も30代で子宮頸がんを発症しました。毎年1万人の女性が子宮頸がんと診断されていて、約3000人が亡くなっています。子育て世代の母親が家族を残して亡くなるケースが多いことから、マザーキラーとも呼ばれています。早期で見つかれば妊娠出産も可能ですが、進行して見つかると妊娠を諦めざるを得なくなります。子宮頸がんはワクチンで大部分が予防できます。最近では男性向けにも HPV ワクチンの助成を始める自治体が出てきました。女性を HPV 感染から守るだけでなく、 HPV 感染による男性の咽頭がんや肛門がんを予防する目的もあります。ただ HPV ワクチンというと副作用が心配になるかもしれません。以前の動画でワクチンの副作用問題について解説していますので、ぜひそちらもご覧ください。ワクチンと検診の両方で子宮頸がんを予防しましょう。閉経して数年経ちますが、少し出血があります。検査をした方が良いでしょうか。閉経後の子宮体がんの患者さんの9割に低出血があると言われていますので、必ず調べてください。子宮体がんはどのように調べますか。器具を用いて子宮内膜の細胞を採取して調べます。合わせて経腟エコーで内膜の状態を調べることもあります。子宮がん検診では子宮体がんは調べないのですか。子宮がん検診では子宮頸がんのみを調べます。自治体によっては医師が必要と判断したら子宮体がんも同時に検査します。子宮内膜症は子宮体がんになりやすいですか。子宮内膜症は子宮体がんにはなりません。子宮内膜症は何らかの原因で子宮内膜が卵巣や腹腔などに発生したものを言います。子宮体がんになりやすいのは子宮内膜異形増殖症という病気です。子宮体がんの手術で卵巣は残したいのですが、可能でしょうか。卵巣転移の可能性は否定できず、ガイドラインから外れますので、主治医とよく相談してください。子宮体がんは手術すれば終了ですか。病理検査で再発の可能性が高いという結果が出たら、手術後に抗がん剤治療を行います。子宮体がんはロボット手術ができると聞きました。その方が良いでしょうか。ステージ1の中でも早期の場合に限り、保険でロボット手術が可能です。傷が小さくて済むため回復が早く、がんセンターでは術後4日目には退院となるようです。子宮頸部の高度異形性でも自然に治ることはありますか。ありますが、自然治癒する可能性は低いので手術が勧められます。子宮頸部の軽度異形性と言われました。性行為は控えた方が良いでしょうか。性行為で悪化することはないので控える必要はありません。ただ相手が HPV を持っていたら自然治癒後も再感染する可能性があるので、コンドームを使用して再感染するリスクを減らした方が良いと思います。どの男性から HPV を移されたのか調べる方法はありますか。男性器の表面をこすって HPV を調べることはできますが、ウイルスを捉えるのは難しいです。もし男性が尖形コンジローマになることがあれば HPV の感染が疑われます。男性の HPV ワクチンも副作用がありますか。注射部位の腫れや発石、頭痛、発熱、倦怠感、湿疹など女性と同じような副作用が見られるようです。子宮がん検診で子宮がんは 100% わかりますか。正しく診断できる精度は50から 80% と言われています。それなので毎年検診を受けることをお勧めします。子宮がん検診で陽性と出ました。がんでしょうか。がんが疑われる、もしくはこれからがんに移行する可能性がある細胞が見られたということです。必ずしもがんではありません。子宮頸がんには治りにくいものがあるとネットで見ました。どういうことでしょうか。子宮頸がんには腟側にできる扁平上皮がんと胎部側にできる腺がんがあります。腺がんは扁平上皮がんよりも治療に反応しにくく治りにくいです。手術で子宮を取ったら生活が不自由になったりしますか。子宮とその周辺を広範囲に切除した場合、排尿障害や下肢のリンパ浮腫、腸閉塞などが起こる可能性があります。最後までご視聴ありがとうございました。ゼロがんチャンネルではこれからもがんについての情報をゼロから分かりやすく解説していきます。参考になったという方はチャンネル登録といいねボタンを押してください。ご家族やお友達でこの動画が必要な方がいらっしゃいましたら、是非 SNS などでシェアしてあげてください。また皆さんががんについて気になることや解説してほしいことがありましたら、是非コメント欄に書き込んでください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。